野生動物による農作物被害対策研修1としまして、被害はどうして起こるのかということを説明させていただきます。野生鳥獣による農作物被害、このような、写真にあるように夜野生動物が田畑にやってきて、そして朝農家さんが田畑に行くと悲惨な状況が待っているというようなですね、このような事態が全国各地で起きております。で、野生鳥獣による農作物被害、これはですね、野生動物が田畑にやってきて農作物を食べてしまう被害なんだということが端的に表されている言葉だと思います。で、それに対して私たちはこれは農業の問題なんだな、では農作物をどうやって守るかということが主題になってくるわけです。実際に私たちがじゃあ目指すゴールは何かというと、収穫できるようにすること、この農家のお母さんみたいにニコニコしながら、取りたい分だけ収穫できるようにすること、それが、被害対策のゴールです。そして、みんなが明るく、楽しく農業できるということは、それは地域づくりということにもつながっていきます。ところが、この先ほどの農作物被害というですね、言葉をですね、短く鳥獣害というふうに縮めてしまいますと、どこにも農作物の農という字が出てこないんですね。で、農業の農字が出てきません。ここでは鳥獣の害です。野生動物が何か悪さをするんだろうというイメージにしかこの略された言葉は出てこないんですね。で、そうなりますと実際私たちはどう考えてしまうかというと、野生動物が悪いことをしているんだから野生動物をどうにかすればいいんじゃないか、野生動物をどうするかという議論に終始してしまいます。で、どうして被害が減らないのか、これをですね、知るにはなぜ被害が起きるのかということをですね、正しく科学的に客観的に知るということが大切になります。例えば野生動物が理想とする餌場、これを考えてみましょう。野生動物はどんな餌場が理想的なんでしょうか。野生動物はいつも山の中で餌を探しながら、一生懸命生活しています。で、山の中一年中満たされるものではありません。季節によって餌があったりなかったりで、実は私たち人間も遥か昔、男性が狩りに出て女性が山に行って、狩りをしたり木の実を取ったりしながら生活していました。それでもなかなか、思うように食料は得られないんですね。男性が狩りを毎日成功させて帰ってくるということはなかなかありません。で、頼るのは女性が山で、積んできた食べ物、ところがその食べ物も、季節によっては、なかったりします。あるいは凶作豊作という年がありますが、豊作の年であればいいんですが、凶作の年になるとせっかく山に入っても木の実もない。そうなるとどうなるか、人間でさえも食料不足でどんどん仲間を失っていく、死んでいくという事態が起きました。で、そこで人間は何をしたかといいますと、大量に高密度に確実に餌があればいいなということで農耕文化を発達させました。で、野生動物も同じなんですね。山の中で餌のない野生動物が一年中餌を得るためにはどうしたらいいだろうか、できれば大量にいつも確実に餌があればいいなと思って探しております。そこのような環境があるのは唯一人間の農地ということになってしまうんですね。なので図らずも野生動物の理想とする餌場というのを実は人間が農地として作り上げてしまっているということをまず理解する必要があります。これはイノシシの餌探しですが、イノシシは1日7時間8時間ひたすら餌を探し続けます。起きている時間は土を掘って、あるいは石を転がして、このように石があればもう転がしたくてしょうがない、ひたすら餌を探します。これはカワムシを探していると思うんですが、そして大きな石があればたくさん虫が隠れている可能性がありますから、ゴローンと力強い鼻の力で石を転がしながらこうやってですね、餌を探し続けます。こういったことをもうずっと7時間8時間かけながら彼らは餌を探す。それでも餌がないという状況です。こちらを見てください。これは何か分かりますでしょうか。これはイノシシが餌のない時期に一生懸命土を掘って木の根をかじってかじってかじって養分だけ吸い取って、あとはペと吐いて捨ててしまっている部分です。特に餌のない冬場、こういったものをずっとひたすら7時間8時間口にして何とか生きながら命をつなぐという、行動をしています。
ですね、特に餌のない冬場であると自然死ということが起きます。自然界は厳しいもので、餌がないとやはり野生動物は餓死して死んでしまう。で、こういったのが本来自然環境の中だけで生きている野生動物に起こっていることです。例えば野生動物の番組がよくありますけれども、アフリカでは雨季と乾季があります。雨が降る時期と全く雨が降らない乾いている時期、乾いている時期になりますと水が枯れて草も枯れてしまい、草食動物が大移動、ヌーの大移動というのはよく知られておりますけれども、そういった行動が見られます。で、水を求めて餌を求めて、もう何百万頭何千万頭が移動する中で、何万頭何十万頭が餓死して死んでいく。それが毎年毎年繰り返されるわけですね。で、その野生動物の番組では、最後にですね、もう痩せ細って今にも死に絶えそうな親子が映って、もうフラフラだっていう時に、画面が空に切り替わって雲がだーっと流れてきて、雨が降って雨季がやってきました。草がわーっと生えて、で、あ、なんとかこの親子は生き残りました。しかしそれにしても自然は厳しいですね、というクライマックスが多いですね。で、そういった番組を見るとすごいな、大変だな、野生動物はと思うんですが、あれが毎年起きてもらわないと困るんです。実はあの営みの中で毎年毎年草食動物が何万頭何十万頭と死んでいるんですが、それが原因で絶滅した種っていないんですね。逆にそのああいうことが起きないと増えすぎてしまってバランスが崩れて困ってしまうんです。自然の摂理の中で野生動物の数がバランスが保たれているということもあります。で、実は日本でも同じようなことが起きるわけですね。冬場餌が一番ない時期です。自然死、いろんな野生動物が餌がなくて死んでいきます。で、そこで、ある程度数が保たれているんですけれども、ところが最近、その環境に変化が起きてしまいました。昔は人間が山の中に入っていろんな作業をしてましたから、野生動物も警戒して山の中だけで生活するようになっていましたけれども、最近では薪を取ったりそういったことも少なくなりました。野生動物が比較的里の近くまで利用することができるようになりました。さらに、山の周りの農家さんですね、だんだん数が減っていきます。そうすると野生動物が少しずつ少しずつ山の裾の前で降りてこれるようになるわけですね。で、そういった中で生活していると、例えば冬はこのように竹林環境ですけれども、もうかなり草が枯れてます。餌がありません。ところが例えばこの時にイノシシが顔を出します。お腹減ったな、あんまり食べ物ないなという時に、どうでしょう、これは農家さんが捨ててしまった作物の残差ですね。例えば柚子です。柚子は酸っぱければ、商品価値がありますけれども、霜が降りてさらにそのままにしておくと、どん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 糖度が増して甘くなります。甘くなりますと、商品価値がない、もう捨ててしまえ、ポンと捨ててしまいます。で、もしこれをイノシシがこの茂みから見つけてしまったらどうでしょう、食べに来ます。甘い、こんなに甘いものって今まで食べたことがない、山の中でいろいろ探したけどこんなおいしいもの年間通じてもなかなかないぞと思うわけですね。それは当然です。人間が丹精込めて品種改良していろんな管理をして育てた作物ですから、山にあるものとは比べ物にならないぐらい栄養価も高いですし、おいしいわけですね。なのでこういったものを食べてしまったイノシシはもう最高の餌場として、もう毎日毎日ここをチェックしに来ます。また冬場です。餌がないのにこの場でたっぷりビタミン C を取ってしまえば誰も風邪ひきません。みんな生き残ってしまうというようなことが起きてしまうわけですね。また鹿が顔を出します。葉っぱがみんなもう枯れておいしくないやっていう時にどうでしょう、冬野菜、例えば白菜とですね、外葉が捨ててある、あ、みずみずしくておいしそうだ、こんなおいしそうな葉っぱ見たことないぞ、特になんでこんな冬場にあるんだろう、不思議がりながら食べます。もうシャキシャキして美味しい、甘みもたっぷり、こんな甘い野菜、山の中の春から夏にかけてもこんな美味しい葉っぱ食べたことない、なんだ人間の住んでるそばにはいいものがあるな、学習します。で、彼らは山のてっぺんの一番餌探ししても、なかなか餌が探せないところよりもだん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 こうやって確率の高い場所を、で生活するようになってきます。他にもあります。例えばここ見えますでしょうか、ここにですね、里芋
が生えているんですが、昔ですね、イノシシ被害がどん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 大きくなってきた頃、イノシシいろんなものを食べるけど里芋は食べないんだっていう地域がものすごく多かったです。里芋を嫌いだから食べないんだで皆さん安心してるんですが、例えば種芋をポンと捨ててしまうとか、農地の外にですね、そうすると畑の外、山際にですね、勝手にこうやって里芋が生えてきちゃうんですね。そういったものをですね、お腹を空かせたイノシシが何年も何年もかけて少しずつ味見していくうちに、なんだ美味しいじゃないかと慣れてきてしまうんですね。で、美味しいもののリストに入ってしまいます。人が知らず知らずにやってしまっていること、これ実は野生動物に対する餌付けです。たくさんね、用意すぎてしまった種芋、もう畑に十分、使いました。で、もういらないから捨ててしまえと、土に帰ってくれればいいやということで山際にボーンと捨ててしまいます。もしこれをイノシシが見つけたらどうでしょう。1日7時間8時間餌を探して、それでも生きるか死ぬかというような生活をしているイノシシが、この種芋の山を見たらもう最高のバイキングレストランです。10分でお腹いっぱいになります。で、このような餌場を見つけたら、もう山の上の面倒くさい餌探しの場所やめた、明日からこの辺をチェックしようということに変わります。で、やはり野生動物のことが変わってしまうんですね。で、こちら柵からはみ出した枝というのが今書いてありますが、これイチジクなんですね。イチジクの木を農家さんしっかりと畳んで守ってます。素晴らしいですね。几帳面にきれいに守ってます。この取り組みは素晴らしいんですが、残念ながら枝が柵の外に飛び出てます。ここで実ったイチジクが熟してポトリと落ちたらどうなるか、ちょっとそこで隠れてるタヌキさんおいで、イノシシおいで、食べてみてちょうだい、おいしいでしょう、おいしかったら何とかしてこの中に入る努力をしてねという試食コーナーになってしまうんですね。やはりこれも私たちが知らず知らずのうちに野生動物をおびき寄せて誘引している餌付けになってます。で、こういったことが日本各地に今起きているわけですね。例えば一生懸命、ね、柵で囲ったんですけれども、柵の一番近いところにかぼちゃのようなつる性の植物を植えてしまうと、知らず知らずのうちにつるが伸びてきて外側にブラーンとぶら下がってしまう。これはもうイノシシや猿たちに、どうぞ食べてみて、美味しかったら、ね、いいものがあるっていうのを覚えてってくださいなというようなですね、餌付けになってしまうんですね。収穫しない果実もそうです。これね、もう誰も取らない柿がたくさんたわわに実ってますけど、全く収穫されてません。で、農地周辺にはですね、たくさんこういった柿とか栗とか琵琶が日本各地にあります。昔はですね、農家さんが田畑で作物を作る畑の周りにたくさん、こういったものをですね、少しでも食の足しになるということで、栗でも植えようか、琵琶でも植えようか、柿でも植えようかというようなことで、植えておりました。これも田んぼの周辺にある柿の木です。昔は柿の木を植えた頃は樹高が低くて、お父さんお母さん自由に全部収穫できたと思います。で、取り残したとしても子供たちがみんな取ってってくれました。ところがそれから20年30年40年経ちます。現在です、柿の木が高く大きくなって、それに、これを植えた頃のお父さんお母さんも当時は30歳40歳だったのが今では70歳80歳です。もう高くなった柿の木、脚立を使わなければ取れないほどです。そうなるとなかなか取るのは大変になりますね。もう取らないでほっときます。で、最近の子供たち木登りもできませんね。みんな残してってしまいます。全部野生動物の餌になってしまうわけです。このようなですね、ことが日本中に、これは桑の木ですね。お蚕さんをやってた頃は、桑の木がたくさんいました。それを今はもう養蚕業が廃れて、もうやらなくなってしまっても、木はそのままにほったらかしになります。そうすると桑の実ができます。これは猿の大好物です。猿の群れがやってきます。あるいは琵琶とか柿とか栗、いろんなものがですねありますと、なんだ日本のね、人の住んでいる周辺には一年中最高においしいものがずっとあるぞということを野生動物学習するわけですね。今まで山の中だけで生活していれば、季節によって食べれる食べれない時が、その中でそれを受け入れて自然死、どんどん死んでいってしまったものが、やはり全体のことを考えたら数のバランスが取れていいんですが、死んでいく動物たち本人からしたら何が何でも生き残りたい、餌があればどうしても食べて生きていきたい、そういう気持ちがありますから、こういったものを見つけていくわけです。ここもそうですね、いろんなものがありますけれども、ここにタケノコ、タケノコなんていうのは今
もう猿も鹿もイノシシもみんな利用します。イノシシだともう12月ぐらいに1メートルぐらい掘って餌として食べるわけですね。一番餌のない時期にしっかり栄養源になってしまう。実は野生動物が生き残ってしまって数が増えてしまってる。たくさん取っても取っても被害が減らない。私たちがもう彼らの必要以上の餌を実は知らず知らずのうちにあげてしまっているということも要因の一つだということをぜひ知っておいてください。本当にイノシシはミミズが好きなんでしょうか。昔からイノシシはミミズが大好きだと言われてますが、実際にイノシシを飼ってイノシシに農作物とか家畜が食べる配合飼料とかそういったものを食べて慣れさせます。その時にじゃあイノシシはそれよりもミミズを出されたら、あ、やっぱりこっちの方が美味しいと本当に食べてくれるんだろうかというようなですね、試験をしたことがあります。10頭ぐらいのイノシシを使ってですねやったんですが、このように動いている生きているミミズをですね、もう農作物や配合飼料を食べ慣れたイノシシたちは無視してあるいは踏んづけて全く食べようとしないんですね。実はミミズはそれほど美味しいものではないということなんです。だけど先ほど映像でお見せしました、イノシシはひたすら石転がしたり土を掘って餌を探します。とにかく生きるために必死です。あれだけ7時間も8時間も石転がしたり土を掘っていたら一番確率的に見つかるのはミミズですね。で、生き残るためにミミズを食べる。確率的にミミズをたくさん食べますから、お腹の中にもミミズがたまる。たまたまそれを漁師さんが捕まえてお腹を開いたら、あ、ミミズばっかりいる、じゃあミミズが大好物なんだっていう話になってしまうわけですよね。でもちょっと違うんですね。私たちは冷蔵庫があります。お店があります。好きなものをいつでも選べます。ところが野生動物は冷蔵庫を持ってません。今見つけたものを食べなければ、次それをパスしてもっといいものがあるかもしれないということで探し続けてれば、その餌が見つからずに死んでしまうこともあるわけですね。なので、実は彼らはあるものを食べる。たまたま確率的にミミズが多かった。それを私たちが今まで何十年何百年もイノシシはミミズが大好物だったというふうに勘違いしてたということなんですね。はっきり言えることは、彼らは農作物の味を覚えてしまったらそちらの方が確実に美味しいと思ってしまう。それは当然だと思います。農家の皆さんが最高に美味しい丹精込めて作った農作物なんですから、それが世界一美味しいと動物たちが思っても全く不思議ではありません。ただ野生動物がそういうふうに思ってしまうということは、私たちもそれを知ってしっかり守っていくと、自ら守っていくという意識を持たなければいけないということです。これは私が昔イノシシを飼育しながら繁殖の研究をしていた頃の映像なんですけれども、生まれたばかりのイノシシです。ウリ坊です。お母さんがここで餌を食べてます。で、お母さん食べてるんですが、生まれたばかりのウリ坊はまだこの奥の巣の中で生まれて巣からほとんど出てきません。で、自分だけ餌を食べます。子供たちは 100% お母さんのおっぱいで育ちます。これがもう少し成長しますと、少しお母さんはですね、子供たちが自分の周りを動き回るのは許します。で、この時も見てください。子供たちはもう四方八方いろんなものを向いてます。お母さんの食べるものには全然興味がありません。まだ 100% お母さんのおっぱいで育ちます。また少し 成長するとですね、ちょっと変わってきます。このいろんな方向を向いてた子供たちがですね、生後数週間経つとこうやってですね、お母さんの食べているものをじーっと見始めます。で、まだほとんどお母さんのおっぱいだけで生活しているんですが、お母さんの食べ物に興味を持ち始めます。で、もう少し時間が経つとちょっとお母さんの食べているものをペロッと舐め始めたりするんですね。で、そうなるとそろそろだんだん離乳の準備ができてくる。食べる、ね、あの子供たちの体の中で固形物を消化するような状況にもなってくるということで、子豚用のですね、もう人間が舐めても甘くて匂いが良くて本当に美味しい粉ミルクを用意するんですが、ちょっとそれを見ていただきたいんですね。じゃあ子供たちにも粉ミルクをあげようという時に、お母さんにはちょっと出てこないで巣の中で待っててということをします。そしてお母さんの用の餌と粉ミルクを一緒に同時に置くと、子供たちはどうなるか見てください。美味しいはずの粉ミルク全部無視です。こちらのお母さんが食べていた黄色い餌、こちらしか食べません。なぜか、野生動物は常に生きるか死ぬかです。お母さんが食べているものであれば命に影響ないですね。なのでお母さんが食べたものをじっと見て、それをちゃんと学習してそれしか食べないんです。で、こちらは本当に美味しくて甘くて美味しいのに食べません。お母さんが食べてなかったからということで、お母さんを今度出してあげてると、お母さんはもう百戦錬磨ですから、いろんなものを食べてますから、こちら美味しいじゃないというような感じで、こちらをパッ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 と食べるわけですね。そうすると子供たちはそれをまた観察するわけです。
で、そういったことを経験させてあげると子どもたちもこうやって白い方も食べるようになっている。おいしい農作物がある、あるいは集落周辺の餌付けになっているような食物作物の残渣とか放任果樹とか、そういったものを食べて育ってた子どもたちはどん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 農地への依存度が高くなってしまう。しかしそれにもかかわらず数だけ取ればいいんだということで山のてっぺんでたくさん取っていても、実際には被害を起こしているイノシタチは取ってないわけですね。そうなるとなかなか被害が減らない。今たくさん一生懸命、イノシシやシカ捕獲していますけれども、じゃあ本当にその捕獲しているイノシシは、被害を起こしているイノシシなんだろうかシカなんだろうかということも含めてですね、考えていかなければならないと思います。山全体の自然環境を守るということで個体数を減らすというための捕獲もあるでしょう。ただもう一つ、皆さんが困っている農作物被害を守るためにはどうしたらいいのか、実は、野生動物がこのようにかなり餌というものですね、農作物とか私たちの住んでいる周りの餌に対してものすごい依存度を持ち始めて出てきているんだ、それが被害の発生要因の大きな要因になっているんだということをぜひ知っていただければと思います。